サーシャ・ブヤチッチこと、アレクサンダル・ブヤチッチは、スロベニアのプロバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード、ポイントガード。身長201センチメートル、体重93キログラム。バスケットボールのコーチである父に支えられ、16歳で、セリエ A のスナイデロ・ウディネにて、プロデビューした。2002年には U-18 スロベニア代表の、 一員として U-18 欧州選手権で銀メダルを獲得した。その後、2004年の NBA ドラフトにて一巡目27位で、ロサンゼルスレーカーズより指名され、NBA 入りを果たした。2006から07シーズンには、対ダラスマーベリックス戦において、当時13連勝中であったマーベリックスを破るクラッチシュートを決めた。 2007から08シーズンには1試合平均8.8得点、3ポイント成功率43%を記録し、デンバーナゲッツ戦及びトロントラプターズ戦でキャリアハイの22得点を挙げた。さらに NBA ファイナル第3戦ではベンチスタートながら20得点し、勝利に貢献。チームメイトのコービー・ブライアントはザマシンがまるで機械のようにプレーしたと評した。 しかし、2008から2009シーズン、2009から2010シーズンでは成績を落としたが、2年連続で NBA チャンピオンを経験した。2010年10月、プロ女子、テニスプレイヤーのマリアシャラボアと婚約したことを発表したが、2012年に婚約を解消した。2011年以降は NBA を離れ、ユーロリーグなどでプレーしていたが、 2015年7月31日にニューヨークニックスと1年契約を結んだ。2017年8月28日、セリエ A のフィアットトリノと契約した。佐賀県佐賀市を本拠地とする B リーグ参入を目指す佐賀ベルーナーズのアンバサダーに就任する。ヨーロッパでプレーしていた時はポイントガードだったが、レイカーズではシューティングガードとしてトライアングルオフェンスの一角を担い。 出場機会を増やした。正確な長距離シュートを武器とし、そのことからロサンゼルスタイムズがザマシンとあだなした。しかしフィジカルの弱さが課題である。ゴラン・ドラギッチとは同じスロベニア出身ながら幼い頃から非常に仲が悪く、お互いにスロベニア代表で一緒にプレーするのを拒否するほどである。ドラギッチが フェニックス・サンズに所属していた2010年の NBA プレイオフでのカンファレンスファイナルではお互いに激しいマッチアップとトラッシュトークを繰り広げた。その我を忘れんばかりのあまりの激しさにコービー・ブライアントも銃を持っていたら彼を撃ち殺していたかもしれないねと苦笑いで苦言を呈していた。ありがとうございます。